ソライン寺は、福井県小浜市小浜男山にある、総統修寺院。三号は、健康山。本尊は、馬頭、観音。小浜藩坂井家の菩提寺で、境内に八百尾国に入場のホラー穴があることで、知られている。若狭守護武田元光が、大英二年の知世山次郎築き守護官も、当時長原寺のあった、の知世山次郎の山麓に移した。現在のソライン寺は、 この敷地跡にある、水堀を回らせた堅固な若狭守五官は、戦国時代以降も麓の城として利用されおだ、信長の重臣である、庭長秀やとよと秀吉の親族である、浅野な、京国工事が、関ヶ原の戦いの論功交渉により、若狭国主となり、同官の主となった。工事没後、息子の京国忠隆が旧地を、京国工事の廃所としたい雲寺を建立したが、 京国家は、寛永十一年末営天宝となる。その後、オバマ藩主井家の菩提寺として、坂井忠勝により父、堺忠利の霊骨を移して健康寺と称され、二代、藩主、堺忠直が、坂井忠勝の七回帰法要を執り行うにあたり、漢文八年伽藍を増築し、空院寺となった。空印は、忠勝の方号である。 ソラインジ薬員門八百美国入城の地。八百美国が、後世山中の神社の傍らに世を建て居住し、八百歳で入城したというホラー穴がある。ホラー穴は会食堂である。八百美国は、高齢命の祖、月白米命の子で、若狭国像の祖の抜竜である、東国生村高橋長者の姫であった。神老三十七代、斎明天皇の白地五年に誕生し、 肌は白玉のように溶岩美霊で知徳万人に優れていた。そのため世の人は神仏の再来とあがめた。弱い十六歳の時、竜王が白髪の沖縄となって現れ人魚の肉を与えた。姫はこれを食べたところ、不思議なことに、幾百歳を経ても十六歳の時の溶岩から変わることがなかった。百二十歳にして髪をソリ諸国を準優し、ここに五十年、 あそこに百年と留め重し、ところどころで同車を収蔵し、また道路を開き、橋梁をかけ、五国樹木の繁殖を教え、また損能を捧ぐふつ、五条の道を授けた。よって、諸国の旧跡のあるところはもちろん、広く尊水を集めた。神皇百代、五花園天皇の宝徳元年7月26日、京都市水の低水庵で京家を止め、小国の若さに帰り、 のちせさんの山中の新名社の近くに世を結び住んでいたが、年800歳にして、当時境内のちせ山麓の大岩窟で入場した。人々は名付けて八百くに、または八百姫ともとぶき町の二とも、また椿を特に愛し入場したので、玉椿の二とも呼んだ。入場後、祈願する者あれば、必ず不思議の霊言があった。よって、昔より、 都比遠金動脈男女がこの霊地へ参詣し、福徳寿命を願い、諸病兵衛を祈り、その霊助を被る者が多かったため、昔から今に至るまで三神祈願は絶えることがない。福井県小浜市小浜男山、ありがとうございます。